1717年いいないいな、はい、の年にあの6月24日にイギリスのロンドンで旗揚げした、まあ、グランドロッジというのがあって、いわゆる設立ですね、はい、これをもって近代フリーメイソンと言ってます。はあ、今我々がよく言ったり聞いたりするフリーメイソンというのは実はここを発祥にしていると。単なる近代ということは当然古代もあるだろうと、うん、あのソロモンの時代、はい、だからソロモン神殿っていうのがねできた時にあれ一応建物でしょ。もともとフリーメイソンっていう言葉自身がフリー自由メイソンって萎縮っていう意味で、うん、まあ、日本では大工から、はい、うん、そういう意味があります。ヒラム・アビブっていうこれはあの職人の方なんですが、で彼があの親方となってものすごい数のそういう技能集団を率いてで神殿を作って、だからそういうことから言ってこのヒラム・アビブがフリーメイソンの祖と言われてるわけ、はい、ところがですね実はそうでもないんですね。まずですねあのプロトコール、これはいわゆる議定書という意味なんですが、はい、あのユダヤ人たちがこのヨーロッパであのホロコースト、うん、まあ、虐殺された原因はもちろんヒトラーとあとナチスなんだけど、はい、実はシオンの議定書っていうのがあったんですね、うん、シオンの議定書でこれはどういうものかというとこれはあの19世紀にこのロシアで発行されたものなんですが内容を見ますとですねユダヤ人たちのトップが集まりまして世界をどう堕落させるかで家畜化するとかユダヤ人以外は家畜なんで家畜化するとかひと言いっぱい書いてるんですよ。でこういうのが結局ヒトラーとかそういう連中の目に留まってこの連中は駆逐しなきゃいかんというふうになっていた。で実際そういう集まりがあったかというとそれはもう一回もそんなことやってないんですよ。当時のロシアの秘密警察が捏造した。でその中にフリーメイソンも同じぐらいひどいあれで書かれてんだよ、うん、だからこれで一気に広がっちゃったの。フリーメイソンというのは悪の組織だ、まあ、フリーメイソンというのは、まあ、いわゆる悪魔崇拝だ、うん、その悪魔崇拝だって言った理由の一つがフリーメイソンのマークがあの三角形のピラミッドに目ん玉があるね、はい、あれ実は左目なんですよ。で神の組織だったら右目でしょうと、うん、左目は不浄じゃないか、不浄の目を持っているフリーメイソンのシンボルはいかがなものかということでわーって言われるわけだよね、うん、だからアマテラス大神が天の岩戸から何をした、なんで騒がしいのかなって見たときに、うん、天の外様の御事が榊に鏡をかけて前に出して私どもにはもう一人の太陽神がいますよということで驚かせてよよよとなったところを確かろうが開けたというそういう逸話に基づいてるんですね、はい、だからフリーメイソンの実は左目の正体というのは日本に隠されてる。近代フリーメイソンはさっき言ったように18世紀日本のこのあら古事記日本主義ですよ。もっと歴史もっと古いんだよ。だから古代フリーメイソンって実は日本のことじゃないかっていうことが分かってるんだよね。さあそうですよ、日本は近代フリーメイソンに支配されてるんじゃなくってもっと古いフリーメイソンの国、古代フリーメイソンの国、ああ古代フリーメイソンです。近代に対する古代なんで、本当のフリーメイソンの一番のボスはジーザスクライストなんです。イエス・キリストが全てのフリーメイソンのボスです。でこの人物はもともとはヤハウェイという神だった、あの肉体のない霊体だけの神、はい、ヤハウェイ。実はノア、ノアの箱舟、はい、箱舟という建物を作ったわけだよ、はあ、ここでもまただからノアはメイソンなんだよ。近代フリーメイソン、古代フリーメイソン、さらに超古代フリーメイソン、そこも興味ありますね、うん、奈良の大洪水以前は超古代なんですよ。アダムはエデンのその
にいて、でイブ、またエヴァ発音によってはね、が差し出した禁断の好みを食べるわけだよね。で追い出されちゃうわけですよね。エデンの園にいる資格はないってことで、はい、原罪って言うんですけど、元の罪ね、うん、でエデンの東に祭壇を築いてうんぬんってあるんだよ、はい、祭壇を築くっていう自身がもうすでにもう瞑想なんだ、で儀式をやってる。だから瞑想の元の元のまた元の元はアダム、アダム瞑想、だからノアもアダム瞑想の流れ。フリーメイソンはね、実はいろいろなシンボルがあって、三本柱もそうなんですよ。これ儀式でも使われるんだけど、三本柱、これ三大ピラミッドとも一致するのね、うん、でもっと言うとこの三というのはものすごく貴重で、ノアの息子も三人、あ、そうですね、でノアの箱舟も実は三段構造なんです。三柱と三段構造、はい、これは命の木っていう、これはもちろんこれユダヤの密教であるんですけど、イエス・キリストはボスだから、うん、それは明らかにした。まあそう思うと、当然ながら同じ知識が日本にもなきゃおかしいんだよ。日本が戦争で負けて、マッカーサー、はい、ダグラス・マッカーサーね、が天皇陛下と会見するでしょ。あれって1回じゃないんですよ、二十数回やってんだよね。実は彼はマスターっていうね、いわゆる彼はフリーメイソンなんですよ、グランドマスターなんだね。そんな地位が高くって、天皇陛下を回収させようとしたんだけど、うん、やめた。それは天皇陛下の方が上だから。近代フリーメイソンの上なんだよ。大洪水のあと新世界が始まりますから、それからはノアの3人の息子がいましたからね、セムとハムとヤフェと、はい、でそれぞれにフリーメイソンの知識が伝授されて、はあ、で伝わっていくわけです、だから三本柱でフリーメイソンはなってるんですね、うん、で近代フリーメイソンというのは、まあ、一番、まあ、知られてますからね、言えばこのヤフェトメイソンの末裔から発祥したものです、はい、一方セムメイソンというのは、これはそこからアブラム、後のアブラハムがここから出てきます。でイサク、まあ、全部そうです、ヤコブも全部ここから出てきます。最終的にイエス・キリストもこのセムから出てきますから、で要はセムが一番の瞑想中の瞑想なんですよ。実は日本はセム瞑想なんです。アジア圏セム、セム語圏の瞑想のトップです。現在、はい、セムの中の一番のエッセンスの強いのは、セム中のセムの天皇家、はい、天孫族、いわゆる大和民族が継承している。この日本にその、フリーメイソンを持ち込んだのは、ジム、要は畑氏ということで、うん、そうそう、よろしいんですね、うん、とはこれも実は2つ流れがあって、はい、紀元前にそれを持ち込んだのは実は序服、セムから全ての宗教が出てくる、うん、だから決して宗教ではないんだけれど、宗教を生み出すための装置、システム、はい、神が作ったね、それがフリーメイソン。フリーメイソンの究極の目的、はい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 、となりますと先生、